こんにちは、ケンシロウです。またもビビいや、絞りに絞ってやっぱビビでしょいや、ね、まあまあそうですね、やっぱりね、こう厚別新札幌ラバー盛り上げたいっていうね、あのケンシロウチャンネルとしては年を越して2本目もビビを撮っていきたいと思います。で、前の動画でも言ったんですけど、あ、ちなみに動画が全然出せなくて大変申し訳ございませんシンプルにごめんなさい頑張って今後ね出していきたいと思います。はい、で前回の動画でも言ったんですけど、まあ、飲食店何店舗も入ってたので、その飲食店を少しずつ紹介していきたいなというふうに前回の動画で喋ったんですけど、早速今日は飲食店を紹介していきたいと思います。さて今日はどこに行くでしょうか。それですか行きますなんか流れが分かんなかったさっきの場所から2歩ですそれ好きです前回の動画は10歩だったから今日は行ってみたいと思います。行きましょう。この大ぶりとから何歩しか動いてませんシリーズ好きな人結構いるんですよそうですね、だからね、興味しててはい、ここに飲食店の中と図みたいのがあるんですけど、今日は第1つ目、1軒目っていうところはこちら、エイトカリーさん、はい、はい、すごい有名なところなので、はい、見て食べて思います。こちらです。なんか裏路地みたいな通りですね。ここは一番最短距離で、こちらがエイトカリーさんなので、早速中に入って撮影してきて髪倒してる、なんかあの呼吸息吸う場所どこか分かるいよいよやばいよね。早速やっていきまーし。2回目はさすがに思んないはい、お店の中に入ってきました。いいポジションだね。いいポジションだわ。めちゃめちゃ神席でした。神席だね。はい。まあ安定のね、いつもどれ選んでるんですけど、僕が頼んだのはこの一番でかく乗ってるってことは一番多分ね、おすすめで人気なのかなと思うので、カツカレーで、トモさんが頼んだのはこのチキンカレーで、俺がライス普通、ルー普通の辛さ3番、トモさんが普通普通の2番を頼みました。で裏にもあったみたいな。あ、そうなんですか。あ、でもグランドこっちランチメニュー。そういうことか、そういうことか。裏にもねメニューがあるみたいなんで、はい、後ほど差し込みたいと思いますので、はい、ちょっとなんか今日カレーの口だったからさ全然今日ね何食べるか正直気になかったんで、はい、それでは料理が来たまた回していきたいと思います。それでは待っていく。ちょっと今日完全はい、料理が届きました。とりあえず料理の傘はこんな感じです。どうぞ。はい、それでは早速食べてみたいと思います。いただきます。いただきます。めっちゃうまそうっす。めっちゃうまそう。ちょっとさっきも言ったんだけど今日はカレーの口でしたやっぱ2はルーからだからね。あ、そうなんですね。いきます。なんかこうドロドロ系だね。いきます。うん、あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あ、すみません。今何の撮影なんですかって言われて、 YouTuber です、ケンシロウですって言ったら、なんか店長さんにラッシーをさせていただきました。ありがたい。ありがとうございます。辛さは普通3番。3番が3番でも結構中辛かな。あ、3番が中辛なんだ。でも全然なんかこうピリ辛、俺は好きな辛さだね。うん、うん、なんかカレーを食べててそれはそうだろうって言うかもしれないけど、すごい米に合う。もう物撮りやめるわ。うん、カツの方も、うん、
端っこ取っちゃったけどいいのかな、こういうのって大体真ん中取るまあいいや、部活です。もう見る限りパリパリ感あるよね、うん、いただきます。まずつけないでね素材の味は、うん、柔らかい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。さっきのチキンカレーで1本ちゃってる。あ、そうやね、コロコロのやつだ、うん、ちょっとあれで外したね。なんてさ、このコロコロ砕けてる、ちぎれてる、ほぐしてる、それほぐしてる、ほぐしてる、ちぎれてるほぐしてるやつ。いただきます。あ、全然違うね。こっちもめっちゃうまい。じゃあいただきます。ひともさんもそれ食べたらこっち食べてみる、うん、その違いを言葉だけで説明して。俺表情をずっとやからだけどそうなんかあれですね、時間かかけてるって感じですね香草の香りすごいですね。そうそうそう、結構ね広がるよ、ね。うん、なんかその食べてる感じします。なんか食べてるでしょ。いや、なんかそのルーってなんかこう、うん、なんて表面表現したの。表面悪いとこ出た、悪いとこそのポジション俺だからいつも取っちゃうんだよトモさん、辛さ2番でしょ、うん、俺3番で結構メリハリある。ちょっと食べてみて、うん。あ、でもなんかスパイスすごいね、ね。俺はこっちの辛さ3番だ、うんうん、いや、でも美味しい美味しい、うん、でもこれ4番になったらまたグッと辛くなるからね。結構辛くなりそうです、うん、辛いのが好きな人は多分3番、うんうん、辛いの食べたいけどあんまり苦手な人は2番だ、ね、うんうん、逆にめっちゃ苦手な人は1番とかでもいいかもしれない。確かに。でも結構いるよね、そのカレー好きだけど、うん、辛いのがあんま得意じゃないっていう人もいるよ、うんうん。カレーについてるさ、野菜の素揚げってうまいよね、うん、今人参食っちゃったけど見せる前に食っちゃったけど、この落ちてる、うん、米粒ついてるけど大丈夫いい感じにブレてます、ね、うん、家庭のさカレーに入ってる芋あるじゃない、うん、俺あれあんま好きじゃないんだよね、うんうん、だけどこういう素揚げした芋はめっちゃ好き、うん、何が違うんだろうね、素揚げしてるかしないかいや俺言ったのにあってだったけどもう取り返しが引かなかったでマジレスしてで本当にこう言われるだろうなあの一文字一句全部来たびっくりした。でも素揚げってこうめっちゃ簡単な工程なのに、うん、めっちゃこう素材をこう生かすいや本当にそうそうそう、なんか味が広がるっていう、うん、今の言う、うん家でカレー作るって素揚げして乗せますもん。そもそもさ、揚げるってこと自体1工程増えるじゃん、まあまあ、料理のね。そうですね。だから家ではあまりやらない人が多いからね、うんうんうん、かなんでしょ。ラッシーを、うん、いただきます。ラッシーめっちゃ好き。うまっ。これめっちゃ濃厚、うん、めっちゃ濃厚、うん、でもエイトラッシーってですね、うん、北海道乳製品使用って、うん、めっちゃうまい、うん、お値段も、ね、350円からって書いてあるんで多分味を変えたりしたら値段が違うのかもしれないですけど、このプレーンのラッシーが多分350円ですね、うん、めちゃめちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。もう辛いの食べてる時にこういう乳製品っていうかやっぱいいよね、うん、なんかこんなに濃いの久々に飲んだんですよ、うんうん、もっとサラサラしてるのを、うん、どこでも飲んだことあるんですけど、初カレーうまいね。この合わせながら食べるの下手くそだからさ、ルー増量すればよかったなんか夜ご飯にも食べたい、うん、え伝わるこの感覚、わかります、わかります。このカレーとこのカツでマジビール飲める
ご飯なくてもこう行ける感じのルーというか、うん、そうだね伝わるかなこのルービールセットとかだったら絶対頼むじゃん、うん、なんか行けますよね、うん、意外とちょうどよく食べれた、うん、おいしい。ランチタイムはライス大盛り無料。ああそうだね、学生とか嬉しいですよ。いや嬉しいよね。しかもあのお子様カレーもあるんで、ちょっと低価格、一つは600円であるので、お子様連れてきても全然楽しめるんじゃないかなと思います。トッピングでなんかチーズとかソーセージとか、うん、チキンとか素揚げ野菜とかとんかつこれかな、うん、とかもトッピングできるみたいなんで、何回でも来ても楽しめるね、うん、何回か来るうちの1回ぐらいこう激辛に挑戦するとかもありかも、うんうん、マジでラッシー美味しいね。ラッシーもラッシーめっちゃうまい、濃い、うん、そもそも俺より早く食べ合うの初めてじゃん。いや確かにね。はい、食べられました。ごちそうさまでした。いやしびれたね、うん、美味しいって意味でも、うん、辛さの意味で、うんうんうん、2つの意味でしびれたね今のよくね珍しくなんか久々にドヤ見ました伝わるかな、このカメラじゃなくて俺にこう向けるドヤなんかニコニコしてるからとっさに出たにしてはすごくこう伝わりやすい表現をしたのかなと思います、うん、このラッシーもすごく美味しく店長さんも取り越しました。ごちそうさまでした。これもこの撮影が終わったら最後までしっかり美味しくいただきたいと思いますので、はい、こちらエイトカリーさんのデビュー新札幌店、ぜひね皆さん来ていただきたいなと思います。詳しい住所をこちらに載せておきますので、この辺この辺この辺いや、この辺この辺に載せておきますので、皆さんご確認の上皆さん一度来てみてください。めっちゃ美味しかった、うん、本当に。またプライベートで新札幌だから、うん、そうすまた来たいと思いますなんか腹いっぱいで満足して言葉がうまく出てこないいや、本当に美味しかった、うん、撮影ご協力ねしていただいて本当にありがとうございます。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。お願いします。現時点であと48人でチャンネル登録1000人いけますので、皆さんチャンネル登録何卒何卒よろしくお願いします。この店内だから声張らない張れないから張れない終わろうもそれでは次の動画でバイバイ。久々に店のカレー食ったけどうますぎた。エイトカレー